皆さんこんにちは、野菜ソムリエのパルです。今日はシャインマスカットの見分け方をご紹介をしていきたいと思います。で、我が家でもブドウが大好きなのでシャインマスカットをよく買うんですけども、今日はその見分け方をご紹介していきたいと思います。はい、今日ですね、成城石井さんで買ってきましたシャインマスカット、房1290円、まあまあしっかりしたお値段。ブドウの見分け方を2種類今日ご紹介するんですけども、まず1つ目はこちらですね、軸がなるべく緑色のものを選んでいただくと良いです。で、古くなってくるとこの軸のところが茶色くなってきて、この粒がどんどんポロポロ凍れてきてしまうし、古くなってくるとちょっと味もぼけてきてしまうので、なるべく鮮度のいいものを選んでいただけるといいかと思います。ブドウの見分け方その2、全体が、まあ、シャインマスカットって緑色をしているんですけれども、なんとなくちょっと黄色っぽいものを選んでいただくとよろしいかと思います。まあ、ちょっと今回スーパーさん、まあ、成城石井さんで買ったので、こう見た目がすごく綺麗な緑色をしているんですけれども、実はですね、シャインマスカットもちろんこの緑色もとても甘くて、他のブドウよりも糖度があって美味しいんですけれども、ブドウ農家さんの直売所で買う黄色の、ブドウが、黄色のシャインマスカットがあるんですけども、木で完熟して、でさらにこの緑色のシャインマスカットよりも甘みが強いので、とっても甘いのが好きだなっていう方は、まあ、ブドウの直売所さんに行っていただいて色っぽいシャインマスカットを選んでいただくと良いかなと思います。はい、ということで今日は、シャインマスカットの見分け方として、1つ目は軸がなるべく緑っぽいものを選んでくださいっていうことと、2つ目の見分け方としては、シャインマスカットはなるべく黄色っぽいものを選んで、完熟しているものを選んでいただくと甘さが強い傾向がありますということで、ご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。